はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さんはチェーンバーンというデッキをご存知でしょうか。本日はですね、真面目にデュエルをする気は1ミリもありません。友達消失シリーズですね、いわゆる、チェーンバーンというデッキがどういうデッキかっていうと、もうとにかくですね、相手のライフポイント8000をバーンのみで削って勝つっていう、こういうデッキですね。はい、一回も攻撃で相手のライフを削ることはありません。バーンダメージのみで勝っていきます。あの太鼓より伝わるし最強のマジックシリンダーとか、こういうカードがね、あの活躍してくれるのがこのいいところなんですけど、このデッキの、まあちょっとカードを一つ一つ、重要なポイントから説明していこうかと思うんですが、あのこのデッキ結構1枚1枚のカードパワーは結構高いんですけど、あのバーンダメージ的に、あの1枚発動してしまうと、もうあのそれ以降あのアドバンテージを稼いでくれるカードが一切ないので、ドローしていく必要がありますね。基本的にドローを加速する、カードをなんか増やして、で増やしたカードでバーンダメージを与えていくっていう、そういう感じの、あのギミックになってるんで、まず命削りの放殺っていう、あのワナビート特有のね、このカードとか、あとゴードとかで、まあ、バンバンカードを引いていくっていう、まあ、そういう感じのギミックですね、基本的には。でカードを増やしていく、バーンダメージのカードをいっぱい引くと。でチェーンビートっていうのは、まあ、結構あのチェーンも組めるんですよ、あのカードで。フリーチェーンのカードが結構多いんで、その自分の組み方によってチェーンをいっぱい組めるんで、この積み上げる幸福っていうね、このチェーン4以降に2枚ドローするっていう、あのチェーンビートでも使ったこのカードが結構強いっていうのと、あとこれですね、あの騒ぎの天秤、カードを発動するとどんどん墓地に行って自分のフィールドはボンボン空になっていくので、このカード相手フィールド上のカードの数が自分の手札フィールドのカードの数よりも多い場合、要は相手の方がカードがいっぱいある場合、めっちゃドローできるっていうカードなんですよ。こういうカードを使って、まあ、ドロー加速してバーンダメージのカードを引いていくっていう、すごく分かりやすいあのデッキですね。で、どういう、カードがバーンカードかっていうと、もう太鼓のカードいっぱい入ってるから皆さんもよくご存知かなと思うんですけども、まずラバゴルムですね。相手のモンスターをリリースしてお前のフィールドに特殊召喚されるモンスターだよ。そう、1000バーンね、これで、次回心ミチオン、これあのバトルすると戦闘ダメージ一切発生しない代わりに、バトルフェーズ終了時に相手のライフを半分にします。4000バーンです。はい、最強ですね。4000バーンは最強で、これチェーンストライク、これね、あの遊戯王の方では世界大会とかでも採用されていたことがなんかあるレベルで強いカードらしいんですけど、これなんか多分小学生の部とかなのかな。これ結構チェーン2以降に発動できる最強カードで、あのこのカードの発動時に積まれているチェーンの数かける400ポイントのダメージっていうこと書いてあるんですよ。結構ねチェーン4チェーン5くらいまでいけるんで、このデッキだから、まあ、結構2000バーン、ぐらいまでは割といけます。はい、で自業自得、うん、懐かしいね。昔はこの自業自得と、あと仕込みマシンガンと、この仕込みマシンガンと、なんだっけ、波動キャノンをデッキに入れてバーンデッキ組んでたことあると思うんですよ、皆さんも小学生ぐらいの頃。これ自業自得っていうね、相手フィールド上のモンスターの数かける500ポイントのダメージを与えるっていうことで、これと似たような感じで、停戦協定も入ってます。はい、停戦協定と、自業自得で、まあバーンダメージを稼いでいくっていう感じですね。はい、まあここは別にあの枚数こだわってるわけじゃなくて、なんかその何枚でもいいんですけど、はい、ここはまあ ご自由にどうぞっていう感じですね。はい、俺は自業自得の方があの好きだから3枚積んでるけど、まあ停戦協定の方が強いことも結構あるかなっていう感じですね。はい、でバーンダメージだけだと結構ワンキルされちゃうことももちろんありますし、まあその辺を回避していくカードが、和睦の使者っていう、このターン自分の戦闘ダメージがゼロになるっていうカードと、あとその相手は絶対攻撃宣言できないっていう威嚇する方向、この辺もチェーンフリーチェーンなんで、これなんでチェーンバーンとしてはあのチェーンの順番に絡むんですよ結構ね。なので、まあ、この辺はちょっとこのぐらい採用した方がいいかなっていう感じですね。で相手のカードを処理ながらバーンダメージを与えられる最強カード破壊輪、これ被っちゃうと弱いから2枚ぐらいにしますけど、あの被らないであの使えるとめっちゃ強いので、まあ、2枚ぐらい欲しいから1枚はちょっと少ないかなっていう感じですね。で、マジックシリンダー、これは若干ふざけました。これは若干ふざけました。あの他にもディメンションウォールとかっていうカードはあるんですけど、一応攻撃無効にできるんで、はい、対象取っちゃいますけど攻撃無効にできるんで、マジックシリンダーを2枚、はい、で、仕込みマシンガン、相手の手札フィールドのカードの数が200ポイントのダメージ、まあ1000から1200くらいはまあ大体入りますね。で、仕込み爆弾、これは相手フィールド上のカードの数かける300ポイントのダメージ、これ自業自得と違って魔法トラップも数えるんで、魔法トラップをいっぱい伏せてくるデッキにも、あのエルドリッチとかああいうデッキにも結構刺さるかなっていう感じですね。で、墓穴ホール、手札墓地のモンスターまた除外されているモンスターの効果が発動したら、その効果無効にしながら2000ポイントバーン、はい、
というわけでこの辺のバーンダメージカードをゴリゴリと使って、相手の8000ライフを、ね、一瞬で削り取っていきたいと思います。ちなみにエクストラデッキはなんか適当に入ってますけどもこれ使えません一切。合金にすると命削りの放射線のドローがちょっと効かなくなっちゃうんで合同にしますけども、まあ、合金とかでもいいかなと思いますけどもう命削りが強いから、まあ、合同命削りが俺は好きかな。早速ねやっていきましょう。デュエルスタンバイ。いや、まあまあバンダメージがちょっと少ないか。バンダメージちょっと少ないけど、まあでもドローソースあるんで、まあなんとかなりそうな気がしますね。さあ、強欲でドヤグラツモの効果を発動。デッキトップを10枚除外してカードを2枚ドロー。なるほど。なるほど。ちょっとさばきね。こういう時さばき難しいんだよね。さばきって2枚かぶると結構弱くて。まあこれはもうガンクセしてエンドするしかないですかね。あんまりこれ使っても意味ない気がするんだよな。これこうしてエンドしましょう。カードが使えることを祈る。威嚇する方向によって相手は攻撃宣言ができないっていうカスみたいなことをして遅延するしかねえ。バカめ。別枠の伊達石。何？気持ちよさそうな名前してんな。ちょっと待って、これ遅延する必要はあんまないな。別枠の伊達石、伊達石デッキか。なんだこれ、何デッキだ。おっと、巨落の伊達石が特殊召喚されたぞ。くれんのかそれ、ありがとう。何これ、何すんの俺、全然わかんない。この人何する人。イシュタムちゃんじゃん。いいね。イシュタムいいね。イシュタムってよく見るとめっちゃエロいって言ってた。強烈の打天使の効果で。なるほど。打点が下がるやつ？オッケー。何されるか全然わかんないけどオッケー。バトルフェーズ。まあ、別にいいんじゃない。そんな大したこと起きなさそうだし。相手も、こちらの5枚の伏せカードを警戒してるようだな。警戒するほどのカード伏せてなくて草。相手なんか多分これ結構警戒してると思うんですけど展開してこないし、この伏せカードなんかガンクセしてエルドリッチかなとか思ってんだろうな。バカめ、エルドリッチなんていうカード使わねえよ。なんなら高いんだよこれ。相手絶対思ってんだろう、なんだこのデッキってなってんだろう。逆に言うと逆にこっちも困ってんだよね。相手展開しなさすぎてさ、こっちもこっちでカードを使えなくて困ってんだけど。ちょ、なんか出せや。お、幻想の歌姫。何？ソロちゃんじゃないか。これなんだ、幻想デッキか。幻想打天使みたいなデッキ。面白いデッキ使ってんね。はいはい、2体でリンク召喚。あ、ブルームハーモニスト出た。これなんか幻想を2体出せるみたいなやつだったっけ確か。ブルームハーモニスト、手札を捨てるとデッキからレベルが異なる幻想モンスター2体をこのカードリンク先となる自分のヒド上に特殊召喚できるという最強効果。なるほど、これであれですか、あの融合するやつが出てくるみたいなやつ。結構ねこの効果強いよね。アリア、アリアソナータ。あ、なるほど。エレジーどうした。アリアエレジーロックどうした。アリアエレジーロックどうした。おい、ちょ、そろそろもう一回カード打った方がよくね。これそろそろカード打つわ。威嚇する方向発動、威嚇する方向発動、チェーン停戦協定発動、停戦協定発動。さばき、さばき2枚かぶってるのちょっと痛いけど、まあさばきこれ打つしかないですね。停戦協定発動で、停戦協定発動したチェーン3でチェーンストライク3412。微妙ですね。弱チェーンストライク1200バーンで打たなきゃいけないちょっと弱いけど、まあ、しょうがないですね。で、あ、そっか、手札あるからさばきも打てないのか、ちょっと弱いな。あ、でもこれで一応ですね命削りは打てるようになったんで命削りは打ちましょう。カード1枚セットセットするしかないか。で、命削り打って、でモンスター引けなかったらちょっともったいないけど打つしかなくて、あー、オッケーそして私は破壊林とかいう最強カードを1枚セット。そしてまた出ます。しかし道を見張る攻撃、しかし道を見張る戦闘の旗を持ってくるターンも終了。
このミチオンの半分バーン強すぎて、半分バーンマジ強いんですよ。ちなみに一応チェーンストライクとかがあると、ハーピーの羽根防御とか打たれるとなんかギリ勝てたりするんですけど、チェーン的に本当のバルキリア、除外し特殊感覚ですか。あ、なるほど、 OK ですよ。それはまあ特に関係ない、いいでしょう、問題はない。特殊召喚はなんならモンスターが増えるから問題はない。あ、そしてここに、ここでアリアがいるとなんか確か破壊されないみたいな効果はあるけど、それは幻想モンスターあった対象にも取れないのか、強えな。ただお前の混沌のバルキリアは幻想モンスターではない。つまり幻想モンスターでないモンスターは破壊することができる。行け破壊林。さらにそこの効果にチェーンし、仕込みマシンガンの効果も発動。相手の手札フィールドのカードの数かける200ポイントのバーンダメージをお前のライフに与える。ドーンボーン。ちょっと聞いていいですか、真面目にデュエルすれば、おいデュエルしろよ。さあお相手の方、ライトロードのやつ、なんだっけ、ジャッジメント、じゃジャッジメントドラグンじゃなくて、なんだっけ、あいつ、ジャッジメントドラグンだっけ、あいつなんだっけ名前、ちょっと忘れちゃった。とりあえず相手のデッキがわからないから、相手のなんかアイコンみたいなのであれするしかないからな。とりあえずこのハンドはなかなかに強いですね。さあカードをめっちゃセットするぞ。セットしすぎなんだけど、セットしすぎでしょこの人。ターンを終了。ちなみにこれでライトニングストームとか打たれても一応破壊輪だけだな。なんかギリギリ使えないるわ。すべてのカードは使える、つまりなんとかギリギリ耐えている。精霊術の使い手、なるほど、霊使いってやつですか。霊使いは一番やばいのはですね、あの魔法族の里っていうあのカードが一番やばいですね。あの魔法カードを、魔法使い族モンスターが、自分のフィールド上に存在しているプレイヤーのみが魔法カードを使えて、なんか魔法使いを、その従えていないデッキは魔法使っちゃダメって言われるあの最強トラッパーフィールド魔法ですね。あれが一番強いです、はい、脅威解放いいだろう、まあ、とりあえず霊使いはあれですよね、イラストアートが非常に高いので、あ、ちなみに今度動画にしようと思ってるんですが、あのメス書きデッキ、あのウィッチクラフトデッキ、多目的トイレデッキ、ね、あれね、多目的 WC デッキ結構作ってきたんで、はい、また動画にしようかなと思ってるんです、はい、ちょっと待ちください。おっと、なんだその謎の効果は、わからない。あ、レーツカーアップすんの、あ、じゃあ加えんの、あ、ドローすんの、強いね、そんな方があるんだ。それ1ターンにカード目して単位しか、なるほど、2700-3050、まあそれはいいよ。効果なんか使ってくんねえかな、効果使ってくれるとチェーンが伸びて、なんだよバトルしかしねえのかよ、おい、バトルしかしねえのか、しょうがねえ。チェーン1和睦の使者の効果を発動、和睦の使者の効果チェーン1、その効果にチェーン1、さらに破壊輪の効果も発動するぜ。これは対象に取れるんだ、別にランリーとかいうダリアネモンスターのは対象に取れるんだね。これこいつは確かなんか守られてんだよな、そうだよな、ジムフィールドのメール使いモンスターは効果で破壊されない、つまり霊使いを選択してはいけない、ただこっちは OK、 お前は霊使いではない。そしてチェーンに仕込み爆弾の効果を発動、仕込み爆弾の効果により相手のフィールド上のカードの数かける300ポイントのダメージをお前のライフに与える。あ、チェーン3か、ごめん間違えた。そしてチェーン4、積み上げる幸福、このカードによりカードを2枚ドローさせてもらう。そしてチェーン5、チェーンストライク。美しいチェーンだ。これによってお前は2000ポイントの大ダメージを受けるぜ。クラエット積み上げることで2枚だろう。あれ、あ、ラバーゴーレム来ちゃったか。まあ、しょうがないな。お前のライフはあと3000。ラバゴケアしてきた。相手うまいな、ラバゴケアは。お、そんなカード伏せんな。怖いな。そんなにカード伏せるんじゃないの。仕込み100の打点上がったぞ。ドロー。よっ、最強モンスターが来た。私は近い市民の存在、モンスターは戦闘後カードの効果を破壊します。このカードの戦闘後発生ダメージをさらに上げます。
そしてカードを1枚セットし、命削りの宝札を発動。命削りの宝札によりカードを2枚ドロー。やばいカード来た。やばいカードが来たな。そしてカードを1枚セット。ターンを終了。さあ、あなたのターンですよ。笑いが止まんねえな。あと、お、憑依連携、めっちゃ連携するやんけ。超連携してくるんだけど、自分の手札墓地から守備力1500の、魔法使いつくモンスターは今いないから関係、あ、いない、いるんだ。あ、いたっけ。あ、いるんだ。やるね。ただ表側のカードはミチオンしか存在しないし、ミチオンは効果では破壊されない。未来は変わりません。あなたの未来は変わりませんよ。さあ、あなたのターンですよ。ドローフェイス、リバースカードオープン。仕込み爆弾の効果を発動。仕込み爆弾は相手のフィールドのカードの数かける300ポイントのダメージをあなたのライフに与えます。憑依連携、どんだけ憑依連携する。憑依連携はいいですけど、そんなカードでバーンダメージが防げるんですか。さあ、残悔の用意はできていますか。いやダメージ増えたけど大丈夫。ダメージ増えたぞ。あ、こねくり回した結果ライフポイントがゼロになる気分はどうですか。これが絶望の未来ですよ少年よ。これが絶望だ。あー、ドローソースめっちゃ来たな。まあ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 いいや。とりあえずゴードンでド、あのトラップが赤いカードいっぱい引こう。強欲でドヤキャラツボ発動。カードを10枚除外しカードを2枚だろう。あー、うーん、なるほど。まあ、和睦あるから死にはしねえか。セットセットセット、まあ悪くないです。これに関しては悪くはない、悪くはなさそう。まあちょっとね、命削りかぶりがちょっと若干弱いんだよね、いつもね。カードをめちゃくちゃいっぱい使った後に使えれば結構命削りって強いんだけど、初手でなんかこんな被られると微妙っていう。お、封印の黄金人3だろうか。なんだこの時は。仕込み爆弾の効果を発動する必要性すらない。ちょっとこれは、まあ、するぞ。あ、ネクロフェイス、何強いじゃんか。ネクロフェイス何デッキだ。やっぱ知らないデッキだ。いや強そう。はい、影物効果で除外された場合に、おっと、おい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 、封印の動きですから、お前やべえことしてんな。なかなかデッキトップ強いじゃないか。あれでも結構運ゲーだよね。割とネクロフェイスってさ、除外された場合のデッキトップ5枚結構ランダムだから、結構割とこれ何、運ゲーみたいなのがあるよね。ああ、まあ、効果発動するのにチェーンして、とりあえず和睦の使者はどっかで打ちたいな。あー強そう。うわー、これはやばいかな。え、これマジでこれ一瞬で殺される未来も見えるぞ。これもうここで撃っといた方がいいんじゃないか。いや、撃っといた方がいいんじゃないか。これもう仕込み爆弾を発動。仕込み爆弾の効果チェーン2、そして和睦の使者の効果チェーン3、そしてチェーン4、積み上げる幸福の効果を発動。ちょっと何か破壊してくるかもしれないけど、ちょっと一回先に打ちましたけど、これちょっと早かったですかね。おっと、威嚇する方向も来た。よし。さあどうしますか。何を墓地に送りますか。エンドフェイズ弱っ。分からせちゃいますよ。私のターン、ドロー。よし、なかなか反応は強い。私は次回神ミチオンを召喚。そしてバトルフェイズ、次回神ミチオンは戦闘効果で破壊される。戦闘ダメージはゼロになる。そしてバトルフェイズ終了時、次回神ミチオンの効果を発動。次回神ミチオンの効果により、あなたのライフは半分ポイントになる。よし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 、あと3700や。いやー、これはですね、
これは命削りしてもいいかもしれないですね。これあと1枚バーンカードが来れば勝てるんで。なるほど、まあ、マジックシリンダーでしょうね。よし、相手が殴ってきたら分からせることができそうだ。カードをセットしてターンを終了。さあ、あなたのターンですよ。破壊輪と、いやちょっとバンチェーンストライクをうまいこと使えば、ワンチャン相手死ぬぞ。ワンチャン相手死ぬ。これチェーンをうまく使えばいける気がする。ゴズキの効果チェーン1、そしてチェーン2、破壊輪の効果を発動。破壊輪の効果によりゴズキを破壊。そしてチェーン3、威嚇する方向の効果も発動。そしてチェーン4、チェーンストライクを発動。趣旨1600いくつ、あと1600と1700。え、これ勝ってもねえか。待って、いくつある、これ1600と1700で惜しいあと400、あと400。じゃあ、うわー、ギリギリだ。命削りじゃなければな、命削りじゃなければ勝ってた。やばい、またネクロフェイス除外してきた。やばい、ちょ、ネクロフェイス除外しすぎでしょ。ちょ、並べすぎ。やばい。ちょ、もうなんか何も考えて殴ってこい、やばい。勘弁してくれ、わやかしかも知らぬよ。やばい、マジックシリンダーは破壊しないでくれ、頼む、お願いだ、マジックシリンダーを破壊しないでくれ。でも相手まだ未知用に変えてないぞ。あ、やばい、ネクロフェイスを除外されたことによってデッキが0枚になってしまったそんなバカな、俺らのデッキが残り0枚。殴ってこいよ、殴ってこいよ、ひきょうもろー、ひきょうもろー、うわー